岸田総理の、まあ、国家像について、総理の胸の中を一度お伺いをさせていただきたい、そういうふうに思います。最新の世論調査、新聞の世論調査によりますと、岸田内閣支持率、支持が 66%、 過去最高です。不支持が 23%、 過去最低です。まあ、おそらくあと1ヶ月少しでですね、参議院選挙投開票を行われますけれども、まあ、投開票を行われれば、この支持率でいけば自民党が大きく勝利をするのではないかと、そういう予想がされています。新聞等の報道によりますと、そうなるとですね、3年間国政選挙、すなわち解散をしなければ黄金の3年間になるという活字が踊っています。これ岸田総理、黄金の3年間という言葉を聞かれてですね、これ誰がこの黄金なのか、そしてどんな良いことがあるのか、誰にとってどんな良いことがあるのかということをですね、まず岸田総理の個人的な見解で結構ですからお伺いします。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず委員の方から世論調査の結果についてご指摘ありましたが、世論調査の支持、今は高いとしたとしても、これ政治は一寸先は闇であります。これから先何が起こるかわからない、参議院選挙までにおいてもどんな事態が起こるかわからない、これが現実であると思います。引き続き緊張感を持って取り組んでいかなければならない、これが基本的な思いであります。その上で、黄金の3年間は誰のための3年間かというご質問でありますが、これはその言葉を使っている方 がどんな思いで使っているかは様々だというふうに思いますが、もしそういった言葉を前向きに評価するとしたならば、これはまさに今日本は歴史を画するような大きな事態に直面している。新型コロナ、ウクライナ情勢、物価高騰等、こうした大きな課題に直面している、こういった政治課題に立ち向かっていくためには、何としても政治の安定が重要であるということで、政治の安定を実現するために、そうした歴史的な課題にしっかりと向き合って結果を出してもらう、結果として国民の皆さんの生活、あるいは仕事、事業をしっかりと守っていく、結果につなげていくことができる、この期間として前向きに捉えることはできるのではないか、こうしたことではないかと私は理解しております。馬場伸幸君。おっしゃる通りですね。もし岸田内閣が参議院選挙で大きく勝たれた場合、今国内国外にある大変な大きな問題山積しています。これを解決して、やはり国民に夢や希望を持っていただく、そして安心安全感を持っていただく、この礎を作る3年間にぜひしていただきたいというふうに思います。で、この世論調査によりますと、いろいろポイントを見ていきますと、支持している理由ですね、岸田内閣を支持していますよという理由、第1位がですね、人柄が信頼できると。岸田総理の人柄、どんだけの人が知ってるのか分かりませんけれども、それが 30% で第1位です。そして内閣に安定感がある、これ、第2位で 29%。残念ながらですね、一方では、この選択肢の中の一番最下位、8番目になるんですけれども、この最下位の理由が、政策が良いというところなんですね。なんとこれ 10% しかありません。で、岸田内閣を支持しない、不支持の理由というのが片方にありまして、1位がですね、指導力がないと、35% なんですね。で、3位が政策が悪い。これ先ほど政策が良いが 10% でしたけれども、
不支持の方は政策が悪いという方が 31% いらっしゃるんですね。なんと3倍の差がある。いいと言ってる人と悪いと言ってる人ですね。まあ、こういう中身をつぶさに見てみますと、まあ、マスコミ等ではですね、岸田内閣のことを例えて無策無敵内閣と、こういう、まあ、報道ぶりもあります。まあ、策がないから、いろんな具体策をやっていないから、敵もないと、いいも悪いもないんだという意味だと思いますけれども、そう言われている岸田総理、この無策無敵内閣という言葉に対して、どう感想をお持ちでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。さまざまなご指摘については、まあ、謙虚に受け止めなければならないと思いますが、まあ、無策無敵内閣と、まあ、言われますと、やはり私としては、具体的な結果を出しておりますということを申し上げなければならないんだと思います。まあ、評価はともかくとして、まあ、新型コロナ対策につきましても、ワクチンや検査や治療薬や医療病床の確保、水際対策、あるいはオミクロン株に対応して、隔離期間の変更など、さまざまな課題について、具体的な判断、決断をしてきました。経済対策につきましても、昨年の79兆円の経済対策、4月の13兆円の総合緊急対策、そして補正予算と切れ目なく対応を用意してきました。また外交においても、まず何といってもウクライナ情勢を受けて、長年のロシア政策の基本を大転換する。これは外交における一大決断であったと思っています。その後も、自由で開かれたインド太平洋を作るために、まあ、G7 日米首脳会談、クアッド、さまざまな議論を、まあ、リードしてきました。まあ、評価はともかくとして、いろいろなことに取り組んでいるということを、改めて申し上げさせていただきたいと存じます。そしてそれが、こうした様々な取り組みが結果につながるよう、これからも精進していきたいと考えております。馬場伸幸君。私はですね、岸田内閣のことが無策無敵内閣だとは思いません。今おっしゃっていただいたように、総理就任以来ですね、いろんな目配りをしながら、特に、一番の、長所であります外交関係はですね、ガンガンとされておられるというふうに、拝察をいたしておりますが、なぜそれではこういう調査で、そういう結果が出ているのかということなんですが、私は岸田総理がですね、大変僭越ながら、このこれからの日本をどういうふうにしていきたいんだと、こういう国家像を持っているんだということがですね、国民の皆様方にあまり伝わっていないんじゃないかと。いろんな細かい施策をやっていただいていると思うんですけれども、一体日本をどういう方向に導いていこうとするのか、日本のあるべき姿というのはどういう姿なのか、こういうことがですね、国民の皆様方に私は伝わっていないんじゃないかなと思います。もし岸田総理、今、端的におっしゃっていただけることがありましたら、俺の国家像はこういうことだと。端的におっしゃっていただけることがあればお願いしたいと思います。内閣総理大臣、岸田文雄君。ですね、これは、確か衆議院の予算委員会でもですね、似たようなご質問をいただいたように記憶をしています。国家像、国、どんな国を目指すのか、これ極めて基本的な部分で申し上げるならば、やはり国というのは国と国民の皆さん、あるいは権力と、そして国民生活、この関係について、この私は大事にしていきたいと思っています。すなわち、国家あるいは政府というもの、これは当然のことながら国民の暮らし、そして仕事を守り、そして国家の平和と繁栄を守る、こうした大きな役割を果たさなければなりません。しかし、その国を
国と国民の皆さんとの関係を考えた場合に、この国のこういった取り組みは何よりも信頼と共感に基づいて存在しなければならないと思います。こうした国家と国民の皆さんとの間の信頼関係というものがしっかりあった上で、さまざまな具体的な政策が進められなければならない。この信頼関係に基づいて新型コロナ対策、あるいは新しい資本主義、新しい経済モデル、そして新時代リアリズム外交、これが進められていく、こうした国であることが私たちの日本にあってとって大切なのではないか、私はそのように思っております。幅信之君。はい、ありがとうございます。私は岸田総理のその国家像については否定をするものではございません。ただそのベースに基づいてですね、岸田総理がいろんなことをおっしゃっておられることが国民にとってはよくわからないというのは、私が地元へ帰ってもですね、岸田さんの言ってることなんかわからないんですけどというお話をよくお聞きをします。今新しい資本主義という言葉も出ましたが、これ海外の人に聞くとニューフォームオブキャピタリズムと、これ海外の人がこの言葉を聞くとなんか社会主義かなんかになるんですかというようなね、感想を持っておられる方実際にいらっしゃるんですね。で、資産所得倍増計画というのをね、岸田さんは総裁選挙の時には所得倍増計画っておっしゃってたと思うんですね。で、就任直後に新しい資本主義とおっしゃって、で、最近では資産所得倍増と、これこの間イギリスのシティでのスピーチで、総理が資産所得倍増という考え方を打ち出されました。これ簡単に国民の方に分かるように、簡単にどういう考えなのか、もう一度ちょっとおっしゃっていただけますか。内閣総理大臣、岸田文雄君。まず委員のご指摘を踏まえて言うなら、まず順番から言いますと、私はもう総裁になる前から、まず新しい資本主義という考え方に基づいて、議員連盟を立ち上げて、勉強会を続けてきた、こうしたことであります。その上で、まずは、成長と分配、両方が重要である。成長も分配もというのが、この新しい資本主義の基本である。従来は成長か分配かの議論が主流であったけれど、成長も分配もというのが基本だ。これをしっかり申し上げた上で、従来のこの政策を考えた場合に、分配、まずはしっかり注目しなければならないということで、所得倍増ということで、所得を引き上げるということを申し上げました。所得の中でも特に子育て世代、若い世代の、可処分所得を引き上げることが重要である。こういったことを申し上げました。合わせて、この資産倍増という申し上げた部分についても、講演の中で強調したのは、中間層において、その持っている資産をしっかり生かしていただく、活用していただく、これが大事であるということを申し上げました。2000兆円に及ぶ日本人のこの金融資産の中の半分を占める、預貯金、これを動かしていくことが日本の活力につながるということで、資産倍増ということも申し上げさせていただきました。これ、詰まるところ、所得も資産も、こうした中間層を中心に、可処分所得を増やすことによって、消費につながっていく。これが次の成長につながっていく。そして成長の果実がまた分配に返ってくる。この好循環を実現するために大事だということで、ご指摘のさまざまな点について説明をさせていただいているということであります。馬場伸幸君。持っているお金を、どんどん投資に回して、それで、儲けていただいて、どん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 国民の皆さん方の資産所得を増やしていきましょうということが、その本質のことだと思いますが、それでは新しい資本主義でも何でもないんですね。投資をした人が、リターンを得て、で、自分の資産をまた増やしていくということは、これはもうずっと続いてきた資本主義そのものなんです。
総理ね、メーテルリンクという方が書いた青い鳥という童話ご存知ですか。チルチルミチルというね、子供が出てきます。で、近所のおばさんにですね、子供が病気だから青い鳥がいたら病気が治るんで、それを探してきてくれと頼まれるわけですね。で、チルチルとミチルはいろんな冒険をしながらいろんなところへ行きます。で、その先々で青い鳥を見つけるんですけれども、見つけて帰ろうと思えば黒い鳥になって死んでしまっていると。落胆してですね、自分たちの家へ帰ったら、自分たちの家の鳥かごの中に青い鳥がいたと。私はね、岸田総理がおっしゃってる新しい資本主義というのはね、全然この青い鳥と比べてもですね、同じようなことでくるっと一周回って戻ってこられたんじゃないかなと、そういうふうに感じていますし、総理の経済ブレーンの一人であります原ジョージさんという方ね、新聞報道にこういうコメントを載せられています。日本で株を持っている人は 11.2% で、その多くはある程度の資産を持っているそうです。9割の国民にとって株価の上がり下がりは実生活と関係ありませんと。資産所得倍増の前にやるべきは勤労所得の倍増を実現して株を買う資産を形成できるようにすることですと。これだからね、やっぱりこの予算委員会でもずっと言われてますけれども、30年間経済成長してないんです。だから賃金が上がらない。今もっと最悪ですよね。物価が上がっていくけれども賃金は上がらない、国民負担率はどんどん上がっていくと。だからね、そこが一番の肝に私はなると思うんですけれども、岸田総理からあんまりそういう話をお聞きさせていただくことというのは少ないように思います。成長と分配、成長と分配というのは分かるんですが、我々はその前にやはり改革を行って成長分配につなげていくという考え方を持っていますし、維新の会のこれからの国の形の考え方はどうなんだと、思われる方はたくさんいらっしゃると思います。これは実は我々が2年前から新しい国の形協議会 2.0 というのをやってまいりました。構成メンバーは日本維新の会、立憲民主党、国民民主党の有志の皆さん、さっきの衆議院選挙が終わってからは有志の会の皆様方もご参加をいただいて、これからのあるべき国家像というものをまず打ち立てようじゃないかということで、もうこれ、繰り返しというか、もう皆さんがよく分かっている国家的危機の原因と課題が左側に書いてあります。そして右側には、我々が目指す国家像、新しい国の形とは何ぞやと、自立分散協調を基調とした強くしなやかな日本の実現を目指すというのがコンセプトになっています。ぜひね、岸田総理もこういう形で誰もが見てわかるようなこの国家像というのを打ち出していただいてですね、この資本主義についてもどういうことを目指しているのかということをですね、国民の皆さんがわかるようにぜひ努力をしていただきたいというふうに思います。で、この新しい国の形協議会では、このコンセプトを具現化するためにですね、実は法案を今作っています。今国会ではちょっと提案することが難しいかもわかりませんが、新しい国の形の創造的改革の推進に関する基本法ということでですね、プログラム法になりますけれども、これ臨時国会には提出をさせていただいて、政府与党の思っておられるプラン A とですね、私たちが考えるプラン B、 これをですね、けんけんがくがくと国会で議論をさせていただきたいと思います。で、これが国家像なんですけれども、何度もこの予算委員会でも質問したりお披露目をしていますけれども、国民の社会保障であるとか日常の生活の部分、これはどうしていくんだと、国家像は分かったけれども、そこから具体的なこと何なのかというのは、我々がすでに打ち出しています日本大改革プランというのがあります。これは今まで予算委員会等で、お披露目をしたりですね、質問を各項目にわたって質問をさせていただいてまいりましたが、まだまだ分かりにくいというお声もあって、特に若い皆さん方に
我々の考え方を理解してほしいということでですね、漫画作りました。もしよかったら岸田総理にもお届けさせていただきますんで、眠れない夜にでも少し読んでいただければ多分眠れるんじゃないかなと思いますが、まあこのそうですね、この日本大改革プランの肝は経済成長と格差解消を実現すると、そのために税制とですね、社会保障と規制改革、この三本柱をセットでですね、パッケージでこの改革をしていきますよということなんですね。これ過去においていろんな政党の方とか歴代の内閣も同じようなことをおっしゃったり、やったりされておられました。でもね、我々はこれをパッケージで推進するためのエンジンとしてベーシックインカム、最低所得保障と日本語で言いますけれども、そういうものをエンジンとして使ってこの3つの大改革をやりますということを申し上げていますので、ぜひ国会の場でですね、こういう、国家像とそこから派生してくる、こういう具体的な政策、これをですね、戦い合わせて、3年後になるのかいつになるか分かりませんが、来たる衆議院選挙ではですね、我々もホップステップジャンプで、政権交代目指してやっていくという強い意志でですね、今党内議論もしておりますし活動もしておりますので、ぜひ岸田総理の素晴らしい議論を ご期待を申し上げたいというふうに思います。